こちらがプリキュアシリーズを生み出してきたアニメ制作会社。今はスタートインクルプリキュアを作っています。これまでに数々のプリキュア作品でキャラクターデザインを手掛けてきた高橋明さん。キュアスターなどスタートインクルのキャラクターも高橋さんがデザインしています。スターに関してはなんとなく作ってた時にこのお団子が思いついた時にあ、いけるんじゃないかっていう主人公キュアスターのツインテールの先にはまるで土星のようなお団子が。子供にも一目で分かる特徴を持たせることがポイントなんだそう。こちらはシリーズ全体の演出を考える宮本浩明さん。デスクの脇には娘さんが描いてくれたというキュアスターの絵が。今ちょうど娘が6歳なんですけどこの絵を描いてきてくれたので、あ、なんかこうちゃんと伝わったかなとは思ってたんですけど、それをちょっとここに貼って常に戒めとして常に子供向けの意識を忘れないようにっていう気持ちで置いてます。3歳から6歳くらいの女の子に向けて作られているプリキュアシリーズ。そのため特に気をつけていることが。プリキュアはまあその戦うっていうのがすごく目立つ作品なんですけど、守りたいあの思いとか気持ちがあって倒すために戦ってるんじゃないっていうところはすごく気をつけていて、そこで宮本さんは第1話の絵コンテにこんな演出の工夫を盛り込みました。振りかぶる拳に星のオーラ。直接拳が相手に当たるんじゃなくて星のオーラをこう間にまとってそれをぶつけるみたいな形にしていて、実際に完成したシーンがこちら。飛んでくれ。プリキュアが戦うのは誰かを守るため、暴力がリアルに見えるのを避けているのです。この作品のテーマを宇宙にしたのも子供たちに伝えたいメッセージがあったから。そうね、色も雰囲気もどんな宇宙人に会えるかな。最初まあ自分の家の星座を見ているロフトの部屋からスタートしてるんですけど、そこから広がって、まあ、もっと街の中もっと外側に出てロケットで飛び出して宇宙、さらにどん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 遠くへ遠くへっていうところでなんか大きな世界を見ていくみたいなのが、なんかそれって決して怖いとかそういうんじゃなくてなんかもっとこう素敵なことなんだよみたいなのが本当に見えてくるといいなと思ってます。